ッチは。ツイッチなんで、棒読みは入れられないんですけど、まあ1時間くらいかな。1時間ぐらいやったらストーブできます。今のベッドありがとう。チタンの剣にしました。全く探索したことないからな。おはよう。マッティかな？ん？マッティ、ありがとう。このボス倒してないね。ピンクとかだもん。
氷の剣一応もらっとく。今日はね、スイッチだから棒読み入ってないんでコメント言えないんですけど、うまいよな、強そう。切ってないよ。今日はね、かなりスト5をやりますよ。なんだっけ、ゲーム。コードネームまでは結構スト5やってんじゃないかな、今日は。なんだこれ、ミク倒せないとやってない、やたら反応してない。武器の化け物か、なんか意味あんのかな。突然出てくるな。今度アイテムいっぱいだな。早いな、やっぱドリルだからか。
私は。どっか行ってるこれ。これいいのか。これ一応チタンの剣ね。素材じゃねえんだな。結構氷の地域一回も来てない。その辺はほとんど来てないけどな。じゃねえから、これ掘るのめちゃくちゃ金。エゴのね、ディスコードのやつ今ね、やった、大丈夫。
応ね、チタンを集めてはいるんだけど、正直ね、ボスがここにいるとかそういうのが分かんないから、ちょっと目標を見失い中だね。だからまあ、のらりくらりとやってますよ。まあ今日も1時間くらいでいいかなって。一人だけハード来ちゃったね。ハードのブラッドムーンってどんな感じなんだろう。達郎ありがとう。金になるから取っとくな。雲が。本当は怖いグリムドア。ありがとう。結構ね、集めたんだけど、ミミックつけるか。じゃあちょっと待って。一応宝箱だもんな、化け物とはいえ。
れてねえのかこれ。すげえな。なんだ。下まで来たか。これブラッドムーン。いらないもん捨てたいんだよな。マーケット藤崎ありがとう。アイコちゃんじゃない？何これ？
強えな、魔法師。ちょっと多いかな、これ。瞬速のポーション。ちょ、瞬速っていうのをちょっと、笑っちゃうね。みたいだな、これな。取りこぼした？何を？何取りこぼした？もっといい。レア的が音でドロップアイテム。どこだ？ない。相手もしてないけどね、でもね、取れたんじゃねえの？ちょい右下？上？え、どれ？強いの？探索に強そうだね。
マーピーの翼。翼はそんな変わる？ちょっと興味示してなかったんだけど。なんだっけ、ソウルだ。そういえばピラミッドって今行ったらどうなんだろう。行けんのかな。戻るか。バーカスベリー、バーカスベリース。わかんない。ありがとう。今日の対戦予定は、約束してる人はいないけど、まあラウンジを多めに、ラウンジなのかランクマなのか多めにやる。うん、わべ。来たのか。あれ増えてないか。増えてないわ。もう荷物いっぱいになっちゃうな。取れすぎるんだな。空の宝箱があればいいんだっけ。あ、空の宝箱か。空の宝箱じゃない。あ、これ来たんじゃん。荷物整理がてら一回戻って、
瞬間移動ピンクハゲのレアドロップアイテム結構強い。弓が強い。そういえば最近弓使ってねえの、まったく。ご無沙汰だな。近くに奇妙な植物を発見。これ何これ、お宝探知。え、これのこと。金属探知機合成ね、それは把握しております。一旦邪魔なものを、あ、嫌な争いしてる。模様にしまして、これはいらねえと思うんだけどな。ゴブリンテック移動速度秒間ダメージ、これどういうこと、よくわからん。移動、あ、ダメだ、1個しか出た。ほら、しかないな。合成の粉って何なんだろう。合成の粉、清水、あー、これ作るのに必要なのか。あ、でも3つ必要なんだ、結構だな。で、空の宝箱じゃ1個、で、で、よいしょ、ここでいいか。あれ？ミミックは？罠ってやつ？光のソウル？光のソウルは見なきゃいけない。プラサ、闇、あ、どこだろう。これ？あ、これは光か。なんだこれ。あ、これ結構強いね。クールウィップ、なんだ。このフロストコアってのはどこにあるんだか分かんないんだよね。あれ、なくない？一番これ光の鍵を作んの。ちょっと待って、怖えな。
このポーション飲んだ方がいいかな。なんかここに入れると自動的になるってわけね。オッケーオッケー。ちょっと待って、ポーションはいるよな。ポーション。戦いやすい場所ってどこになるんだろう。この上とか。歌の貯金箱に入ってたのかこれ。何に気アイスはもう預けちゃっていいかな。だから足んなくなってきてるじゃん。バケツもいらねえかな。これなんなん、クイーンスライムを召喚って。これなんなん、ボス、スライムのボス。スライムのボス強化版？じゃあ結構強いの？もしかして。いいアイテム出したりする？余裕で負ける。アイテムはそうでもない。なるほど。強くなってからもいいか。野蛮人がさ、しばらく預けといていいよね、多分。素材だもんね。ああ、素材だからこっちにしちゃダメか。これも素材か。これも素材、いらないな。これフモはさすがに、あ、まあ売るか。強い、このデュアルフック。
が違うのか全然わかんないんだよな。長い。あは、なるほどね。ちょっと待ってね。この辺は預けますよ。これもいらないね。基板もいらない。基板。これは消費この辺は預けるか。スライムとこれは売っていいのか、入れときますか。無敵もしばらく使わねえだろ。使えばいいんだな、多分。探知機常に持っといた方がいい。あ、そう。これめっちゃ金なんじゃん、クリスタルのかけら。やば。売らないけど、すごいな。もっと取った方がいいか。じゃあこれでいいかな。ポーション飲んで。あ、金ね。はいはいはい。これいつも忘れちゃうよな。
った方がいいかな。作った方がいいね。ガラスガラスガラス。砂。砂。砂のブロック。これか。あ？え？こっちか。どこで使うの？逆に。あ、そっか。あのね、あれなのよ。スイッチはね、棒読みがないんですよ。買いますかね。え、宝箱を設置してそれを鍵で開ければいいだけですか。あ、入れるんだ。はい、じゃあもうここで産む、ここで産むかい。じゃあ設置して、じゃあ行きますよ。だけですか。これフック使ってみるか。長い、長いね。いや、光のソウルがもうねえんだわ。
不浄のミミック。闇のソウルでもいいの。まあ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 つありがとう。あ、そうなんだ。何を作んなきゃいけないの。まだバリアあるし、パーツライフル、これ強い。ダーツがなきゃダメなのか。クリスタルで弾作るんだ。クリスタル今あるか。めっちゃ作れんじゃんこれ。マシン500発。どんぐらい威力あるのこれ。生き物どこ。強い。71、しかもめっちゃ吹っ飛ぶ。もう外れなんだ。まあでも今のこの剣よりは強そうな。なんかミミックと戦うときにはいいね。ガイド機械の範囲へ。ナラバがどんどん減っていっちゃうな。跳ね返してきた。うん、何往復もするのかこれ。すげえな。あったか。またダーツか。こっちの方が強いかな。
やだー。回復気力か。あるか、ないよな。魅力しかねえ。上八ありがとう。ね？焚き火どうしたっけな。あ、使ってんのか。使っちゃったのか。まあいいかじゃん。ランタンは？ランタンどうしたっけ？ああ、あれか、ボス戦で使ったキーだ。まあいいか。回復も使っちゃう。この回復強。時間を待って。宝箱作れる。うん、知ってる知ってチェーンギロチン？これどうですか？おお！絶対強くない？これ強くない？情報も使っ、これ強いよね。これ絶対強いと思うわ。ただミミック相手に使っていいもんかどうか。すごいね。これすごいな。強いわ。もちろんリボージ。力強いだからまあまあいいんだけどね。高えなあ。あ、うわ、優れたってどうなんこれ。優れたってどう、結構いい。もっともっと上がある。まあまあ、やべえな金の減り。いや、これでしょ、さすがにこれでしょ。どっち行くかじゃあ。
うわ、そうかそうか。永遠ギロチン。食っちゃうかも。ね。じいさんどうした？じいさん死んだか。売りたいんだけどな。ライフルあんま強くねえな、こうして考えると。こいせー、あれ、あ、2個入れちゃった。これ装備してんのは？どっちがいい？それか。じゃあこれやったらスト5やりますかね。奪いアイテム。プース。さあ、そしたら売るべきものは売るか。5ゴールド。そんなすんの？え、さっきのよりこれいいやつってことはないよね。調べて。わかんない。9ゴールドもすんのこれ。素材として優秀なんだ。ガイドが来ねえな。これマジ強えの。マジで強えの。
プラム、ありがとう。演奏しないでしょ。これは1マスでも攻撃できたら海賊とか超楽なんだけどな。そうじゃなくても今海賊来たら雲がいるからめちゃくちゃ楽だろうな。あ、確かに。あ、来た来た、人がいる人。ストーカーのやつ。一瞬、矢のスピードダメージ10%。10%上げて矢を消費しない。すごいな。これは神秘的な花。マナが減少。こっちか。銃を装備時右クリックで視界を広げる。なるほど。まあ重要アイテムだな。貫通する魔法ソードドロップ。マジか、欲しいなそれは。光のソウルってどこで手に入るか分かる？重要アイテム、これ。まあ多めですか。まあラウンジ入ってこなければね。そうだね。ちょっとそれは様子見します。よし。先とあとワープする骸骨がいるとこ。あ、はいはい、そこか。オッケー。じゃあ後ほど行きますわ。今日は10時からコードネームなんで、それまでストライブですね。じゃあ枠変えますか。